こんにちは、キューピーこと関正志です。今日は初心者中級者の方が迷いがちなルールについてご説明したいと思います。ぜひですね、これをしっかり覚えてアマチュア大会にぜひチャレンジしてください。ラテラルウォーターハザードに入った時の処置方法。うわあ、やっぱり入ってる。この辺からでいいですよね。真央さん、真央さん、はい、ダメですよ。池はちゃんと処置があるんですから。え、そうなんですか。はい、池の処置3つあります。3つもお教えしましょう。よろしくお願いします。今回はこの池はラテラルウォーターハザードなので、はい、処置が3つあります。はいはい、1つ目はですね、元の位置に戻って打ち直しをするということですね。2つ目はですね、ピンと入った地点を結んだ後方延長線上にならいくらでも下がってもらって大丈夫。そこからドロップをして打つということ。はいはい、3番目、はい、3番目はですね、池に入ったところからですね、ホールに近づかずに、2クラブレングス以内のところにドロップをして打つという、3つの処置が、受けられます。はいはい、まあ、基本的にね、ワンペナルティ、ペナルティを課せられますから、自分に有利な条件選んで打ちたいですね。はい、今回は3番目の、入った地点から2クラブ以内、近づかないところですね、はい、2クラブ以内で、ドロップしていただくというのが一番いいと思います。それではおさらいです。ボールがラテラルウォーターハザードに入ってしまった場合、次の3通りの処理方法があります。 1. 最後に打った地点に戻ってドロップする。 2. 最後に池を横切ったと思われる地点とホールを結ぶ後方線上にドロップする。 3. 池に入ったと思われる地点からホールに近づかず2クラブレングス以内にドロップする。状況に応じて一番打ちやすい処理方法を選ぶといいでしょう。はい、うん、ナイスアプローチ。